どうもこんにちは、リュウボンです。陶器伝2体験版、今回もやっています。今回はね、ちょっと部屋を作るところから、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、簡単にはね、前々回ぐらいにね、説明したと思うんだけど、まあ1からねやると、とりあえずこの超解石というね、石が村にあるので、まあ今まで通りね、話しかけると、すると、他の超解石へ移動ね。これただのワープなので、こっちじゃなくて、統合本部移動というのをやると。で、一人で遊ぶか、インターネットで遊ぶかというとこなんだけど、インターネットで遊ぶっていうのを選んでね。で、本部を作る。探すでも OK。ちなみに探すと、ほら。あ、人にね、バグにも負けず。バグ、あったっけ？まあ、こういうね、部屋があったりとかするんだけど、今日ね、平日だからね、いないと思うんだよね。というわけでね、ちょっとね、ちょっと待って、作り方だけちょっと軽く、面白いのがあったので、で、作るときに、まあ、部屋の名前ここでね、決めてね、で、まあ、キーボードある人はキーボード繋いで、まあ、YouTube、おい、ブエ、公開とかね。こんな適当な名前して、公開、イエーイ。で、募集枠3人。で、これ、今まで4人だったっけな？とりあえず、あと何人募集するかっていうのを、これで決めます。で、募集枠3人。で、招待枠っていうのがあって、これでね、フレンドとかを招待することができるらしいんだ。でも、俺は、フレンドいないんで、フレンドいないって、おい、ちげえぞ、友達いないってことじゃないからな。PS ネットワークのフレンドはね、ゼロなんで、まあ、ゼロって一人ね、実況者で、いるんだけど、それでも一人なんだよね。で、基本的に PSN のね、フレンドは募集してないんで。で、多分、だからね、ちょっと実験ができなくて、あれなんだけど、まあ、こういう感じでね、できると。で、合言葉できるんだけど、今回多分体験版だから、できないって感じだね。そしてね、気づいたかな？あ、ちょっと待って、これ募集枠ゼロでできない？できないか？招待枠3人にしようかな。したら多分誰も入ってこれないかも。で、フリーチャットっていうのがあるんですよ。で、前回俺が投稿したいものはね、フリーチャットなしにしてたんだけど、ありにちょっとやってみましょう。どの風になるのかな？で、方針1。まあ、どれでも、自由部屋、進行部屋、挑戦部屋とかね、素材特殊。特殊があるってことは、ちょっと特殊調査今回もあるかね？無限討伐みたいな。あれはすごくね、実況しやすいから俺すげえ好きなんだよね。で、方針。誰でもいいよ。まったりやろうぜ。キビキビ行こうぜ。賑やかに行こうよ。だんまりだ。誰も喋んじゃねえぞ。どこどんやるぜ。サクッとやろうよ。っていうね、のができると。伝達事項は、まあ、本来できるらしいんだけど、多分体験版だとできるね。ここも、テストですと。ってやりますね。で、作成ってやると。招待ってなんだろうね。早っ。今、別にカットしてないからね。で、招待枠ってのは本当によくわかんないんだけど、とりあえずチャットをやってみましょうか。伝達。下に履歴入れ替え初期化。フリーチャット。ここじゃないかな？仕草。違うな。どうやって行くんだろうね。オプション？違う。ん？オンライン ID 切り替え。ちょっとよくわかんないね。で、チャットどうやってやるんだろうね。長押し？わかんないね。伝達でしょ？伝達だと思うんだけど、入れ替え、履歴、項目切り替え。ちょっとわかんない。わかる人もしいたらちょっと教えてください。フリーチャットにしてよね、これ。あり。ね。ちょっとわかんないっす。俺できるって、初だったんだよね。分かんなかったんだけど、本来やったらいけると思うんだけどね。まあ、こんな感じでね。フリーチャット見せたかったから。はい。で、もう本当ね、もともとね、今日はマルチをやるんじゃなくて、ちょっと進行度を上げるためにね、ちょっと、一人で任務行こうかなと。進行度さんね、この辺とかやって、新ラゴをかしり。
で、これ進めると多分進行度4っていう数字がさっき見えたので、進行度4まで行けると思う。で、一人で行くのちょっと怖いので、一旦ちょっと、オフラインに戻ります。はい、戻りましたね。おお、びっくりした。このさ、いや、扉開くのいいんだけど、多分ね、この超解析の場所が悪いのかな。これね、こう、まあ、閉まるじゃん。ね。マルチやろうっつって、ここ来ると開くんだよ。なんか、ちょっと、変。でもまあ、ここまで街作り込んで、これから一移動、建物移動はもう、まず不可能だと思っていいので、まあ、奥なったら、まあ、この中でいいんじゃないのかな、わかんないけどね。うん。とりあえずね、あ、そうそうそう、違う違う、ここでね、やっても意味ないんで、で、ここで、投稿本部移動ってやって、一人で遊ぶって選択すると。すると、ここで出るとね。ほんで、忘れちゃいけないのは、NPC、あ、そうか。任務だから。これでさ、外行けたらいいのにね、みんなと一緒に。行けないからね。うん。みんなと一緒に外行けたらすげえ楽しそう。ね、まあ、目的がないけどね。散歩しに行きますみたいな。のずちはちょっと俺に一人でやるとして、今回は新ラゴを、攻略していきましょう。これでね、まあ、こいつらがいたら大丈夫だよ。お任せあれ。すべてを飲み込む強制。行くぞ。はい、ただいま。ね、ごめんなさい。見たま変えようとしてたのはね、出発した瞬間に思い出してね。はい。重いな。で、実はね、今俺、カットしたから早かったけど、任務失敗ってね、離脱して、そして、まあ、戻ってきたんだけど、めちゃくちゃね、最初、画面真っ暗になって、それが1分ぐらい続いて、で、あれ、動いてるか PS4 と思って、ホームボタン押したらちゃんと、まあ、こういうね、こういう風になって、なったから、あ、いけんじゃんと思って。で、そのままずーっと待っててね。で、1分経って、したら、陶器伝2のロード画面がやっと出てきて。なんかちょっとね、まだ、いろいろと調整してるみたいだね。で、衝突対し、あ、違う。まあまあ、順番いいや。で、改ま振り、にぎにぎは、ちょっと待ってね。改めハグの成功。攻撃属性が強化。ヤタガラス。ちょっと待ってね。こうすると、一定時間、マカル返しでしょ？こっちは？ああ、分身か。ちょっとこっちやったことないから、やってみましょう。残影。ね。で、コメントありがとうございます。俺、新玉振りの発動がね、こいつの、にぎたまり振り、とごっちゃになって発動を、している時とね、なんかなんだよ、ちょっと前の動画まで発動全くしてなかったんだよね、これね、新玉振りだけど、本当は、玉振りの構えしてから R2 ボタンを押せば発動できると。で、それに気づいたのは当てる家、俺アルテイって言ってたけどこれもね、ちょっとコメントで指摘もらってすいませんね。漢字読めないのはさ、100歩譲ってね、まだいいとして、カタカナ読めよって感じだよな、本当によ。日本人かよ、みたいな感じなんだけど。すいませんね、本当に。もうね、見てる方もハラハラしながらね、あ、また噛んだみたいなね、なっちゃってんじゃねえかと、ちょっと心配してますが。イダテン、今俺何スタイル？あー、ろくなスキルがね、できないので、まあ、しょうがねえな。無駄スキルだけど。ね、しょうがない。そうね、強くする、ものがないので。ちなみにこっちは？あー、属性攻撃、9機。あー。どうしようかな。どうしようかな、スキル。そう、特化延長。効果量は上昇。これは？型白いらねえな、ボス戦だから。で、まず、9機よりも属性攻撃強化して増幅にしようか。ね。なんとなく。まあ何がいいかっていうのはな、そのうちわかるよ。わかってるよ！効果のない玉振りが、スキルがあるなんて。さあ、これでね、さっきと同じ、ミッションをね、選んで。これだな。新ラゴ。よし！
やっぱね、ソースタイルがいいよ。大好き。行くぜー、次こそね。よし、さあさあ、新ラゴいいね。で、やっぱね、基本的にね、待って、怖い。早いわ。よいしょ、行け、ファンネル。やっと言えたよ。これをやるためにってわけじゃないからね。あ、しかも火属性じゃん。ちょっと違うと思うんだよね、これ。で、天だと思う。あ、くっそ。まあいいや。これいいね、追撃が早くて。敵、鬼を追いかけるときにすごく効果的だと思う。あぶね。待って、くそ、防御ね。気づいてたのにできなかったっていうね。いいね。強攻撃で今みたいにね、この突きってやるんだよね。でこれによる追撃ができるので、結構ね、なぎなたをやってきた人は、なぎなたやってきた人はね、意外とね向いてると思う。うん。で防御もね、ルテンと同じ感じで四角×だし、なぎなたやってきた人はね、ぜひちょっとこれ試してみてほしい。よし、いいぞ。よし、じゃあちょっと早いけど、あ、バカ野郎。これだ、いけー。あ、そうだそうだ、延々とね攻撃をしてくれるやつが、すげえかっけー。ほら、雷みたいなの落ちてるでしょ。あれが俺の丸玉振りのね、五輪権現の。ちょっとちょ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 、いいねー、最高だねー。いいね、いいね、いい、気持ちよすぎるだろう。オッケー、伏せまし。ただ当然ながらね、あ、大丈夫だよ。よいしょ、空中、しまった、空中攻撃ができないんで、そこはね。よし、おお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 、いけ、フィンファンネル。フィンではないけどな。ファンネル、ガンダムわかんない人は何言ってんだこいつって感じになっちゃう。ファンネルがね、最初に出てきたのは、ゼータかな？やばい。いいねー。今のね、避けからの伏せ走りは良かったね。これをこう、常に出せるようにしたいね、今の動きを。あ、まあ、俺ガンダムはね、最近のやつはちょっとわかんないんだけど、結構前のやつならね、結構詳しくて、大好きなんですよ。よいしょ。しかしこいつは早く、俺マルチ、やばい、死ぬね。オッケー、ちょっといい加減。よいしょ、おお、オッケーオッケーオッケー、いいぜ。ちょっと待って、すっげー減るね。あ、新たな振り忘れてた。いくぜ。分身だっけな。おし、どれ、あ、分身だ、すげー。よいしょ、腕いったね、やったぜ。よし、行くぞ。これはすごいぞ、分身による。よいしょ、分身によるね、この剣の剣モード、残影強化、霊力、そんなスキルもあるのか。ごめんね、見えなくて。よし、じゃあファンネル行こうか。あ、もう終わっちゃったか。で、しかもさ、もう使うんじゃない、新たな振り。わかんない、ちょっと待って、マジで、もうあと救えるわ。ぬー、怖い、痛い。でも行く、行くよ、どんどん行くよ。超楽しいな、新たな振り、こんなすぐ使う。俺ちょっとあれを見てなかったけど、クールタイムを見てなかった。ちょっと次しっかり見ていこう。で、はい、もうすぐ終わる、新たな振り。はい、終わった。あれ？なんでそんな早かったんだ俺の。あ、よいしょ、これ足いったでしょ。あんま狙ってなかったけど。足いった？いったよ、足ないじゃん、僕ちゃん。大丈夫？さっきね、俺の新たな振りが一瞬で回復したのは、ちょっとよくわかんない。ドラゴンズドームはオンラインバージョン 1.2 アップデートファイル。やらないから。怖い怖い怖い。あそこか。
よし、とりあえず、しかし危なかったね、死ぬとこだったね、俺。影響止水よいしょ、ダメだったダッセオッケーオッケー、マカル返しがついてんだっけ今俺。まあだからあれ死んでもよかったからね、別に一定時間死ななくなるんだぜ、なかなかかっこいいよな。なちょっとあれだな、結構動き回るねこいつ。ちょっとさっきさ、改めフリーがいきなり復活使えるようになったのはなんかあんのかな、例えば部位を破壊するととかさ、鬼ちぎりを使うととかさね、その辺ね、ちょっと、まあ、検証してもいいけどね、もしちょっとご存知の方いたらね、ぜひ教えてください。なんかこういう細かいのってさ、どうにもさ、ベータ版だとまだね情報も出てないしわかんないよね。よいしょ、地味なんでね、やっぱり剣モードだろう。誰、あっちだ。うふう、行った。よっしゃ、ファンネルで行くぜ。行けーファンネルたち。あ、もう全部壊れてるな。おーらやったぜ、いい感じだったね。強いね。あの、オンラインというか、統合本部は、の鬼はね。もう全部言えてねえじゃねえかよ。ふざけんなよ。残影。あ、使えないね。まあ、そういうわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ、マルチ、オンライン、マルチシングルってやっていってね、だんだんと、あ、終わる。マルチとね、あの、シングルとやっていってもね、やっぱだんだんとね、こう、やれることが狭まってくるので、マップもね、やっぱりまあ、どうしてもね、行き尽くしてしまうと、行くとこないんで。ほんでね、これまだ俺見せてなかったかもしれない。こんな広いんだよ、世界、ほら。ここが、境界線だから、ここまでは確実に行ける。で、ただ、これね、ここまでだ。え、少ねえって思うじゃない。多分だけど、ウィッチャーとかね、やったことある人ならわかると思うんだけど、多分だけど、これがこの国のマップだと思うんだよ。で、旅とか出て、次のエリアっつってね、解放ね、できると、解放されると思うんだよ。だって、まあ、アンの領域でもね、でも普通に考えて、歌方とかね、多分歌方ね、ちょっと待ってね。山はこの辺にあるでしょ？で、北の鬼が、待ってね。ここが限界でしょ？こっからここでしょ？で、ゲームの中で見たことある地図だと、鬼はこの辺から来たんだよ。で、こう来て、霊山がこっちの方にあるんだよ。で、この辺に歌方があると思う。この辺。多分。多分ね。で、白縫いの里が多分この辺にあるんじゃない？やっぱり楽しいんだけど、こういうこと言ってるのが楽しい。やばいね。楽しいね。じゃあね、今回はね、これで終わりにしたいと思います。あ、そうそうそう、言いかけてたのは、やることなくなってくんだけど、多分ね、ビーターの発売によってね、オンラインが賑わってくるとね、またみんなね、楽しんで遊んでいけると思うのでね、僕も楽しみでございます。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まったなっ